今回ご紹介するのは、幼い頃に両親を亡くし、いとこと暮らしていた一致のエピソードです。いとことの生活は、楽しいだけのものではありませんでした。一致はこれまで、何を思いながら生きてきたのでしょうか。いとこと暮らした日々を淡々と書く。初すれたてだから拙い部分もあるけど許してな。最近の自分語りすれのように虐待やら貧乏生活やら過酷な人生ではないし、山もない落ちもないダラダラとした話になるから、暇つぶしに読んで、スペック、都合上、仮のフルネームつけとく。俺山下一次、現在17歳、高2。いとこ山下美代、現在28歳、事務員。幼心がついた時から、俺はいとこと二人で暮らしてた。とりあえず、俺の記憶をたどって書いていく。聞いてやる上から。結構年離れてるな。ミヨ姉は教育熱心で、俺が小さい頃からとにかく読書を進めていた。小学校入学前にして、ひらがなだけでなく、小1レベルの漢字も読めていた。暗算有段者であるミヨ姉は、俺にそろばんを教えてくれた。出来がいいと心底褒めてくれて、俺を撫でたり抱きしめたりして愛情をすごく注いでくれていた。そんなミヨ姉が大好きだった。小学校に入学した。両親は死んだと聞かされていたけど、よく理解していなかった。ミヨ姉がいるから大して重要なことではなかった。不自由なく暮らせていたし、ミヨ姉から日頃、礼儀作法には厳しくしつけられていたし、勉強もできたので、俺は天才だともてはやされた。先生からエコひいきされるのは非常に気分が良かった。そんな時、初めての授業参観があった。ちなみに、ミヨ姉は授業参観に行けないと言ってたので、教室にミヨ姉が来ることは期待していなかった。けど、他の子たちが、自分の親に手を振ってるのを見て、なんかもやっとした。たくさんの大人に囲まれての授業はすごく緊張した。けどどの大人も俺のことなんか見ちゃいないんだって気づくとどうでもよくなった。やっぱりミヨ姉に来てもらえばよかった。なんで来なかったんだろう、とかいろいろモヤモヤした。そのとどめに、友達が、一時くんのママどこ？って聞いてきた。ママとかいないってぶっきらぼうに答えたら、来てないの？とかさらに聞いてきたからしかとした。授業参観が終わって、クラスメイトが自分の親の元に笑顔で駆けつけていくのを横目に見ながら下校した。この時初めて劣等感を抱いた。その夜、ミヨ姉に授業参観の話をした。たくさんの大人がいて緊張した。けれどいっぱい発表して先生に褒められた。とか、ミヨ姉が喜ぶ顔を見たくて、話を盛りつつ会話した。最後に、ミヨ姉に来て欲しかった。次の授業参観は来て、と頼んでみた。ミヨ姉は後か生返事をして、学校ミヨ姉は専門学校に通ってたやバイトの時間とかぶらなかったらねって答えた。これは次も来ないなと直感した。だからしつこく言うのをやめた。次の日の朝の会で、みんなの歌の輪になって踊ろうという歌を歌った。なんだか泣けてきた。孤独だなーって感じた。あれはマジで良い歌。今でも思う。みんなと遊んでいて、俺の家族はちょっと違うんだと薄々気づき始めた。だからみんなの前で家族の話をすることはなるべく避けた。パパが休みの日にどこどこへ連れて行ってくれた、とか、そういう話を聞くたびに少し嫉妬した。毎朝お仏壇に飾ってある父母の写真を見ては、なんで死んだんだろうって思った。でもミヨ姉には聞きにくかった。俺も子供なりに遠慮してたのかもしれない。小児になった。ミヨ姉は専門学校を卒業し、資格を生かして税理士事務所に勤め出した。ミヨ姉に勧められ、俺は空手を通い始めた。自信をつけるためだとか、後から言われた。この頃から、玄関掃除と風呂掃除、植物の水やりは俺の役目になっていた。最初は任せられたことが嬉しくて進んでやってたけど、途中から飽きた。サボってるのがバレたらミヨ姉は当然怒った。任せられたことはちゃんとこなしいよ、それが誠意ってもんよ。はぁ？って感じだったけどしぶしぶ続けた。小3、クラス外で仲の良い友達とは離れ離れになった。新しいクラスで友達を作ろうとしたけど、ダメだった。俺に親がいないことは学校中に広まっていた。それプラス先生のエコひいきが原因だった。そもそも、全校生徒200人程度で、クラスには男女10人ずつしかいない小さな学校だ。別学年の人からは、好奇の目で見られ、同学年のやつからは異色の目で見られた。だんだんと学校の居心地が悪くなった。仲の良かったやつも別クラスで友達を作っていて、もうつるむことはなかった。自分の家族について考えるようになって、俺は人生やら存在理由やらについて考えるようになった。学校に行っても休み時間は寝てるふりか読書かのどちらかだった。頭がいいから嫌われるんだと思って、わざとテスト間違えたり、授業の発表も消極的になった。家に帰っても遊びに行かずに、パソコンをした。ミヨ姉に学校での様子とかを聞かれるのが苦痛になってきて、ミヨ姉を遠ざけるようになった。ミヨ姉は干渉してこなかった。それでよかったんだけど、少し寂しかった。ミヨ姉は成人式に、おばミヨ姉からすれば母親のお下がりの振袖を着ていった。
その振袖は祖母がおばの成人のお祝いに買ったものだそうだ。その振袖を見せてくれた時、俺は思い切って家族のことを聞いてみた。どうして親は死んだのか、どうしてミヨネーと暮らしているのか。ミヨネーはまだ君には早いね。10歳になったら話すけい。それまでに一時は見聞を深めて、大人になるんよと言った。俺は初めてミヨネーに切れた。自分では、他の同級生より大人だと思ってたから、そんなこと言われるのは悔しかった。子供扱いするな、母親ずらするなって怒鳴って泣いた。今までのモヤモヤを全部晴らすように泣いた。ずっとミヨネーの言うことを素直に聞いて育ってたから、ミヨネーはすごく驚いてた。ミヨネーは俺を抱きしめようとしたけど、俺はその腕を振り払って自分の部屋に閉じこもった。部屋でとにかく泣いた。どうして俺だけこんな不幸なんだろうって考えると、涙は止まらなかった。ようやく興奮が冷めてきた頃、ミヨネーが小さくノックして部屋に入ってきた。ファンタの缶を二つ持って、俺はベッドの上で油かいていて、シカトしたけど、ミヨネーは勝手に便所机の椅子に座った。ファンタを一つ俺の方に投げてもう一つは蓋を開けて飲み始めた。俺も真似してファンタを飲み始めた。ミヨネーはいきなり話を切り出した。私の家族は、もう君しかいないんよ。じゃけい、十分の愛情を持って接しとるんよ、君には。それから沈黙。俺が何か言おうか迷っていると、ミヨネーはまた口を開いた。親がおらんて、辛い思いさせるいね。けど、悲観せんで、背筋を伸ばして堂々と生きいさいね。声が震えていて、独り言みたいだった。少し泣いていたと思う。きっと、ミヨネー自身にも向かって言ったんだと思う。俺も単純なもんで、ミヨネーの言葉を聞いて、堂々と生きようと思った。10歳、小4空手をやめた。だるかった。ミヨネーは、やる気がないなら月謝無駄だし。と言って簡単にやめさせてくれた。それでも玄関掃除や風呂掃除は続けた。この頃になって、あの時ミヨネーが言った言葉がわかるようになった。誠意、言ったことは成し遂げると書いて誠。これは今も忘れずに心留めている。待ってるよ。人間関係がめんどくさくなって、昼休みに俺は保健室に行って寝ることが多くなった。もう俺ダメ人間、何に対しても意欲が湧かないし、ただだらだらと生活していた。いつ死んでもいいやって思うけど、自ら命を絶つのもめんどいし、楽して死にたいなぁとか普通に考えてた。ああなんでこんなにつまんない人生なんだろう。それは自分がつまらない人間だから?じゃあなんでこんな風に育ったんだ?親がいないから育ちが悪かった?けどミヨネーはちゃんと俺を育ててる。育て方が違った?ミヨネーのせい?どうしてミヨネーは俺を育ててる?どうして俺は育てられてる?俺は生きなきゃいけないの?死にたいんだけど。そんな終わりの見えない自問自答を繰り返しては時間を潰してた。もうね、達観した気でいた。この年にして悟りを開きかけてる俺天才、とか、ほんのちょっと思ってた。ぐだぐだ考えていたけれど、10歳になったら家族のことを教えてくれるっていう約束があったから。誕生日までなんとか生きとくかって結論に毎回なった。話は変わるけど、小4になって初めて同じクラスになった年というやつがいた。サッカーが上手くてかっこよかったから、クラスカーストでいうトップグループに所属してた。もちろん俺との接点なんてほとんどなかったから、気に留めてなんかいなかった。初めの頃は、ゴールデンウィークが明けてから、年はよく切れるようになった。掃除をサボってるのを注意されては切れ、給食当番でマスクしていないのを注意されては切れる。そんな些細な注意でも、年は机を蹴って椅子で先生を殴ろうとしたりするほど切れた。何こいつ怖と本気で思った。そのうち年の父親がちょくちょくクラスに来て、年の様子を見に来るようになった。父親の前では切れなかったので、味を占めた担任は、年に影響され悪ぶり出した他の連中の親も呼んだ。ちょっとした授業参観になりだした。そんな奴らにお構いなく、俺はいつも通りの生活を送っていた。中間休みには本を読み、昼休みは保健室で寝た。その日も保健室で寝ようと思い、保健室へ向かっていたら声をかけられた。年だった。何かされるのかと思い身構える俺。おう、一時、どこ行くん?保健室。ああ、いつもそこにおるんや。俺も行っていい?いいけど。一時友達おらんのんやね。やっぱあの噂マジなん。噂?親がおらん系お手伝いさんと住んどるって噂。知らんかったん?知らなかった。俺の知らないところでそんな噂が広まっていたとは。てかミヨネーはお手伝いさんとかじゃないし。俺は家でも学校でも人と話すことが少なかったし、喋ることすら面倒だったから本当口下手というか話が下手になってた。だからその噂を訂正しようと思ったんだけど、どこまで話せばいいのか迷った。俺の言うことが伝わるのかどうかさえ怪しかったから、結局まあいいやってなった。その噂は嘘やけどね。そうなん、でも親おらんのやろ?なんで?結構グイグイ来るから鬱陶しかった。けど切れた年を思い出して、ちょっと控えめに抗議した。年には関係ないやろ、俺保健室行くから。え、待とうや。ちょっと相談があるんやけど。
え？と連れられ、屋上に登る階段を登った。屋上は開いてないから、屋上のドアの前で座り込んだ。何これ、面白いかも。誤字脱字多くてすまん。年に連れられ屋上のドアの前に座り込んだ。当たり前だけど屋上は開いてない。年は自分からここへ連れてきたくせに何も話さずずっと黙ってた。俺も年と話すことなんてないので沈黙。ただ屋上の方見ながらぼーっとしてた。そろそろチャイム鳴るかなーって時に、年がようやく話し始めた。俺の両親、離婚したんよね。うん？でってよ心境。俺の父さん、ちゃんと働いてなくてバイトを掛け持ちしとるんよ。邪形家計が苦しくて、生活できんで、母さんがヒステリック気味で。ぽつりぽつり話す年にただうなずいてた。みんな辛い思いしてんだなぁ、とは感じた。けどかける言葉がわからん。だからミヨネイの言葉を借りた。片親になって辛いんやな。けどあんま悲観せんでいいと思うよ。堂々としいよ、父親を支えてやり。年に言っておきながら、俺もミヨネイを支えなきゃって思った。年はうつむき、ありがとうって俺に言った。チャイムが鳴り、二人で教室に戻った。なんだか年との関係が深くなったようだった。あ、年は父親に引き取られたんだって。年は父子家庭になった。家庭内のストレスが学校で爆発して、よく切れていた年だけど、俺に悩みを打ち明けてから切れることは少なくなった。ゴールデンウィーク前の、サッカーが上手くてかっこいい年に戻った。あの日以来、俺は年とつるむようになった。傷の舐め合いだなって思っていたけど、友達ができたのは素直に嬉しかった。自然に年の取り巻きのグループとも仲良くなって、俺はクラスに馴染んでいった。というのも、俺はいじめを受けていたわけじゃない。ちょっと距離を置かれていただけ。年の計らいで、割とすぐ仲良くなれた。以前まで連中のことは冷めた目で見ていたけど、仲間になってからそんなことはなくなった。学校で笑えるようになって、冗談も言えるようになって、初めて学校が楽しいと思えた。年と俺は二人きりの時、もっぱら哲学的な話ばかりしてた。死んだらどうなるのか、とか強いとはどういうことか、とか。これって中二病だったんかな？思春期？よくわからんけど、そういう話し相手になっていた。そんなある日、年が俺の家に遊びに行きたいと言い出した。友達を家に呼んでいいか、ミヨネーに聞いてみた。明日、友達を家に呼んでいい？え、友達？構わん構わん、あ、掃除しとかんにゃいけんわ。とか慌ててた。友達の話とか全くしてなかったから、友達いないと思ってたんだろうね。ミヨネーが嬉しそうで何よりだった。俺の家は、曽祖父が建てた普通の2階建て。祖父がそろばん教室を開いていたので、家の隣にトタン張りの平屋もあった。新築じゃないから、大してすごいと思ったことはなかったけど、年はずっとすごいすごい言ってた。ミヨネーはめったにお菓子とか作らないのに、ホットケーキを作ってくれた。年くんたくさん食べてねー。こんなお構いしかできんけど。ありがとうございます。一時の姉ちゃんかわいい。うん、知ってる。ちょ。とか、ワイワイしてた。ホットケーキが焼けて、ミヨネーがお皿に移す。バターはお好みでどうぞ。はい。年はあのバター塗るやつでバターを塗った。そして塗り終わった後、バター塗るやつをベロリと舐めた。そしてまたバター塗るやつでバターを取り、ホットケーキに塗った。そしてまたバター塗るやつを口に含んで、それについてるバターを舐めた。俺ドン引き。人の家でそれはしないだろ。年が帰った後、ミヨネーはバターが残っているにもかかわらず、バターとバター塗るやつを捨てた。ミヨネーはそれ以来二度とホットケーキをしなくなった。それからも年はちょくちょく遊びに来たけど、初回よりも扱いは雑になった。夏休みに入って、年は俺の家に泊まることが多くなった。昼間はミヨネーは仕事なので、俺が昼ご飯を賄ったりしてあげてた。年の父親が朝昼晩とバイト三昧なのでろくな食事ができないらしい。300円じゃいい文句えねえよって毒づいてた。初めのうちは良い顔してたミヨネーだけど、だんだんストレスになってきているのが目に見えてわかった。血のつながった子を育てるのと他人の子を育てるのはやっぱ違うんだろうね。最終的に、年は自分の父親も俺の家呼んできた。年はその日も遊びに来てたんだけど、夕方帰って、夜に父親連れて家に来た。ミヨネーは風呂上がりだったからすごく嫌な顔してた。とりあえずリビングへ二人を上がらせる。こんな夜にどうされたんですか？もう寝る準備してたんですけどね。いやごめんね、本当、今日は親子二人で泊まらせてもらえるかな？俺もミヨネーもメガテン。なんでですか？アパートから追い出されちゃって、荷物は今車にあるんだけど、とりあえず今日一日だけ、ホテル空いてなかったんだ。どうしてアパートから追い出されたんです？半月くらい払ってなくて。でも働いていらっしゃいますよね？まあそうだけど、いろいろ出費があって、ちょっと喉乾きません。まったく。ミヨネーはお茶出さなかった。俺からしてもこの父親はダメだなとわかった。誠意がないんだわ、年父。年は30歳くらいだったけど、俺は年父を見下した目で見た。隣に平屋あるでしょ？
あそこでいいから、君も女の子だし、さすがにここに泊まるのは悪い。そう思いなんでしたら、こんな夜にこの家庭を選びませんよ。とりあえず、トシ君のお父様のお話を聞く限り休養ってほどでもないので、お引き取りください。私たちも余裕のある暮らしじゃないんです。この父をお父様と呼べるミヨネすごいなって思った。トシはずっと黙ったままだった。いや休養じゃないって、今の話の通り、住むところないんだよ。でも笑ってらっしゃるじゃないですか。それほど切羽詰まってる感じには見えませんがね。いや、本当。頼むよ。トシ君から聞いたんですよね。私たちが二人暮らしだと。ああ、そうだよ。頼みやすそうですもんね。保護者が20代の女だと。いやいや、そんなことは。ねえトシ君、今日はさすがに無理なの。我慢して車で寝てくれる？いや、車は荷物でいっぱいなんだ。外に出しといたらどうです？誰も盗みませんよ。俺はトシと目が合った。申し訳なさそうに見えたけど、本当はどうなんだろうか。これは演技なのか。ミヨネーはトシの様子を察していった。トシ君、鼻から他人を頼っちゃいけんよ。親子は帰っていった。帰った後、ミヨネーはすごく大きなため息をついてた。あ、怖かった。そうなん。だって年上の男の人と怠慢したんよ、ちびるかと思った。トシに悪かったかな。仕方ないよ、親が怪しい。そりゃ就職できんわ。人に頭下げることができないなんてありえんやろ。年下の女なら簡単に頼めると思ったんかね。ふざけんなっつうの。姉は珍しくぐちぐち言ってた。年のことが気がかりだったけど、姉が決めたことだから仕方ないなと思い込んだ。平屋くらい貸してもよかったんじゃ。と、少し思ったけど、次の日の昼、チャイムが鳴った。年親子はまた来た。ミヨネー、昨日はあんだけ文句言ってたのに、玄関で二人追い払わずまたリビングへ上げた。昨日の夜はよく眠れましたか？まあ、それで、実家に帰ることになりました。実家に？ということはトシ君、転校するん？はい。俺は全、マジか。マジか。ずっとマジかは脳内をぐるぐるしてた。それでですね。実家が石川なんですよ。ちょっと遠いんですよね。そうですね。担当直入に言うと、お金貸してほしいんです。ミヨネーゼック。俺ですら、こんな父親ならいらんわって思った。子供の前で金貸せとか、ワロス。で、あからさまに年父が俺ら子供の方を乱した。子供の前じゃなんなんで。私は構いませんよ。子供の前でも。というかもう話し始めたなら一緒ですよ。一時くん、悪いけど年と一緒に遊んでてくれる？2階で。子供に話振るとか、今考えるとずるいよな。俺はミヨネーの反応を待った。ここにいなさい、一時。俺の手を握って、ミヨネーは俺の行動を阻止した。でも年が立ち上がって、俺を引っ張った。行こうや、俺らいない方がいいって。どうしたらいいか迷ったけど、俺は年を選んだ。年と2階の俺の部屋に入った。転校するん？うん、まだ他の友達には言ってないけど。そうか。いろいろありがとな。こっちこそ。年のおかげで友達ができた。俺は、お前のおかげで辛い思いしなかった。自分より不幸な人間がいるって大事だな。は？トイレ借りるわ。年は1階へ降りてった。はぁ？って感じ。俺不幸じゃねえしてかそんな目で見てたんだな。ああ、友達だと思ってたのは俺だけか。俺の勘違いか。そこまで考えたら、ぼーっとし始めた。泣いちゃダメだ泣いちゃダメだ。年が戻ってきたら泣いてるのバレる。そんなん恥ずかしい。俺が一人で友達できたと喜んでたなんてな。考えることをやめた。そういやミヨネーどうなったんだろう。てか年戻ってくるの遅くね。と思い、一階に降りてみた。いやー、帰るという年たち。直後、信じられないことに気づきます。リビングに入ると、トシ父とミヨネーとトシがいた。あれ、トシ、いたの。あうん、もう帰るから。俺そっか。じゃあ、トシとトシ父はさっさと帰っていった。ミヨネーは無事だった。なんか、複雑。そうやねー。ねえ一時、トシくんさ、いつ頃トイレ行った？そんな変な質問してくるもんだから、一気に不安になる俺。二階に上がって、ちょっと立って、かな。ミヨネーはダッシュで兄弟に駆け寄った。うっわ、綺麗。兄弟の引き出し開けて、ミヨネーは黒い長財布を取り出した。普段ミヨネーが使っている財布じゃなくて、多分大元のお金だと思う。ミヨネーの行動がどういうことか、俺にもわかった。嘘やろ？わからん。ミヨネーはバット札入れを見開いた。空っぽだった。ミヨネーはその場に座り込み、俺は立ち尽くした。二人とも無言だった。ごめん。なんで一時が謝るんよ。君が取ったんやないやろ。でも、俺が、歳と友達になっちゃったから、こんな。いいよ。友達になって、楽しかったんやろ。ならいいよ。よくないよ、お金。ミヨネーがお金にうるさいのはよく知ってた。二人で暮らすには十分の収入があるのに、節電しろ節水しろとよく言っていた。
成人したお祝いに買った車も、借金はしたくないと言って現金支払いだった。こうなるやろうと、うすうす分かっとったし。あの親子との手切れ金だと思えば安いもんよ、6000円。姉はその長財布に大金を入れてなかったらしい。こうなることを見越して、ミヨネーは教えてくれた。歳がしょっちゅう打ち来るようになって、たまにお金が合わなくなることがあったことを。最悪の場合を考えて、ミヨネーはクレジットカードや印鑑、通帳を別のところへ隠し、お金が良くなくなる財布にはレシート9割1000円札1割を入れるようになった。厚みを出してお金ごまかしてたんだと。6000円っていうには、今までに盗まれたお金の総額。その時盗まれたのは2000円だった。トシ父がミヨネーを引き止め、トシが盗むっていう役割があったんじゃないか。あの二人はグルだったんだと思う。ミヨネーはそう言った。信じられなかった。人間ってそういうもんよ。だから人に依存せんで、自立せんにゃいけんのによ。人間不信になりかけたけど、ミヨネーの言う通り、そういうもんだと割り切るようにした。じゃないとやっていけない。夏休みが明けて、学校が始まった。トシの姿はなかった。他の連中は、突然俺に冷たくなった。トシがいなくなったからだろう。また俺はぼっちになった。少し寂しかったけど、もともとぼっちだったから過ごし方は知っていた。もう誰も信じない、そこそこの付き合いをしよう。深いところまで関わっちゃダメ、同情しちゃダメ、人は人だ。とか、いろいろ自分を律した。そんなこんな毎日を過ごしてたら誕生日になった。俺もただじっとしてこの日を待ってたわけじゃない。アルバムを引っ張り出して父母の顔を見たり、家系図を探したり、なんだかんだあがいていた。毎年通り、ケンタッキーを食べてケーキを食べた。いつ話してくれるんだろうってドキドキしてたけど、夕食では何事もなかった。結局夜になった。俺はミヨネーの部屋を訪れた。去年ミヨネーがそうしたように、ファンタ二つを持って、いよいよ確信だな。ミヨネーは布団の上に、俺も見たことのあるアルバムを広げて待っていた。ファンタを一つ、ミヨネーに放り投げてミヨネーの隣に並んで座った。ミヨネーはアルバムの一枚の写真を指さした。これが森中家。私と君のおじいちゃんおばあちゃんの家ね。そこに生まれたのが、私の母さんと君のお父さん。そして写真と照らし合わせながら、森中家の家系図を説明してくれた。祖父母の間におばと父ができて、おばが嫁いだ先が川上家。俺の母方の家が山下家らしい。この時点で俺は森中一次、ミヨネーは川上ミヨ、という名前だ。おばと父は仲が良くて、しょっちゅう家族ぐるみで遊びに行ってた。俺が4歳の夏、その日も二家族で遊びに行った。けれど帰り道、事故が起きる。その場に居合わせたのは父、母、俺、おば夫、いとこの長女17歳、いとこの次女ミヨ15歳の8人。結果助かったのは3人のみ。ミヨネー、俺、おば夫。事故として処理されたけど、ミヨネーはそれは違うと言った。自分の父が心中を企てたんだと、ミヨネーは言った。ミヨネーによると、おば夫は誠実で真面目な人だった。けれど勤め先の中小企業が倒産、同僚が新しい子会社を立ち上げるのにおば夫は協力してお金を投資。けれどその事業は失敗、借金だけが残ったそうだ。おば夫は家族の保険金で借金を返済した後、自殺した。これは前の会社の人から葬式に聞いた話で、会社が倒産したのも、お金を投資していたのも、そればかりか借金をしていたこともミヨネーは知らなかった。ミヨネーは、県内トップレベルの進学校を高1で中退し、俺と一緒に祖父の家で暮らすようになった。川上家と俺の家族が住んでいた家や車は売ってお金に変えた。ミヨネーは資格を取るため専門学校に通った。俺は幼稚園に預けられた。冬、祖父は階段から転倒して亡くなった。祖父の気泡と体の衰えが原因。本当にそうかはわからない。俺の断片的な記憶を信じると、少し違う気がするけど。俺の断片的な記憶って何？うろ覚えなんだけどね。じいちゃんが階段から落ちた時、俺もそこにいたんだ。階段下でうずくまってるじいちゃんと、階段上でじいちゃんを見下ろしてるミヨネーっていう構図がすごい記憶に残ってる。法的な手続きとかは、俺の母兄がしてくれたらしい。俺とミヨネーは、母兄の養子となった。けど母兄は自分の家庭を持ってる。だから、君と二人暮らししようと決めたんよ。君を施設に預けたくなかったし。俺の背中をさすりながら。けどね、私も、いつまでも君と一緒ってわけにはいかないけん。君はいずれ、一人で生きていかんにゃいけん。その時が来るまでに、自立した人になるんよ。祖父が経営してた駐車場と貸し屋があるんだけど、母兄が、その収入をミヨネーの口座に振り込まれるようしてくれた。二家族と祖父の財産や、ミヨネーのバイトの給料とかで十分暮らせるお金はあったらしい。家族のことやトシ君のこととかで、多分ナーバスになっとるじゃろうけど。そんなことにとらわれないでいけんね。悲観せずに。堂々と生きいさいね。ミヨネーは去年と同じことをまた言った。その日は久しぶりにミヨネーと一緒寝た。ミヨネーのぬくもりを感じて、ああ俺孤独じゃないんだなって思えた。
静かに泣いたら、ミヨネイは頭を撫でて抱きしめてくれた。おやすみ。いいお姉ちゃんだな。おやすみ。5年生になった。学校の話になる。特に人とつるむことはなかったけど、周りの奴らは普通に接してくれるようになった。深い干渉はないけど、本当にクラスメイトとして交流した。それから、2年生までよく遊んでた奴、カズと同じクラスになった。カズは何かと俺に声をかけてくれて、気を使ってくれた。その気持ちは嬉しかったけど、煩わしくもあった。クラスメイトに、ルミとナナという女子がいた。ルミは昨年兵庫から転校してきたらしく、関西弁だった。おとなしい感じの子、ナナは目鼻口がはっきりしていて可愛い子だった。昔からそこそこモテるクラスの人気者だった。ルミとナナは同じグループにいた。俺は少し、ルミが気になってた。少し影があって、たまにふっと冷めた目でクラスを見てるルミのことを、もっと知りたいなぁとか思ってた。後期は訪れる。カズもどうやらルミのことが好きだったらしく、俺によく相談してきた。笑った顔が可愛いとか、清楚なところが好きとか。俺は友達いないからこういう秘密を話すことはないだろうって思ってたんだと思う。俺もルミが気になってたから、その話には結構食いついた。もちろん、俺もルミが好きってことはバレないように。ある時、ナナが俺のことを好きという噂が流れた。カズを通して知った。あのナナがなんで？って思う部分もあったけど、俺のこと好きになるやつなんていたんだって驚いた。いやまだ確実な情報ではなかったんだけど、ちょっと浮かれた。俺はルミよりもだんだんナナに目が行くようになった。カズと同じ人を好きになってるっていう、罪悪感がない分、ナナを好きになるのは簡単だった。明るい子だし、みんなに優しいし、良い子だな尊敬するわと良いところを見つけては好きになっていった。一方で、カズがルミのこと好きという噂も広まった。もちろん俺が言いふらしたんじゃなく、カズがルミにアタックしすぎてバレた。カズは俺に提案した。一時はナナに、俺はルミに告ろう。まだ告白するほど好きじゃ。ってぐずってたら、さっさとカズはルミに告白した。そしたらルミもカズが好きだったらしく両思いでちゃんちゃん。俺も初めはルミが好きだったからなんじゃそやーって投げやりになってナナに手紙で告白。ルミからカズ経由でナナも俺のこと好きだと聞く。いきなりにカップル誕生でクラスからチヤホヤ。なんか俺クラスで目立ち始める。あのナナが一時を。って感じでみんなの目が変わった。俺はイケメン扱いされだした。ミヨネーに、学校での恋愛話をするのは躊躇した。彼女できたよっていうのも恥ずかしいってか、ミヨネーそんなことに興味なさそう。それでもそれっぽいことは伝えた方がいいのかどうかドキドキしながらミヨネーに話してみた。クラスでさ、俺のこと好きっていう女子がおるんよ。マジか君モテるにゃー。うん。あ、カズがね、ルミっていう去年来た転校生に告った系。はぁ、ませてんねー。ミヨネーは小学校ん時モテた？私は。まあ隠れファンが多かったかねー。女子からかっこいいってのはよく言われたわ。そうなんやー。君も好きな人おるん？特におらんけど、まあ付き合いやけー、カズに合わせて俺もおるって言いよる。え、それがさっき言った俺のこと好きな女子？まあね。お前は悪い男やの。やっぱね、ミヨネーに素直に言えんかった。けど寛容な感じだったから安心した。学校ではほとんどカズと二人で行動するようになった。もっぱら恋愛話。カズとルミは携帯を持ってたから、しょっちゅうメールしてるって聞いた。ナナも携帯持ってるから、ルミと同じくらい頻繁にカズへ相談メールが来ると言ってた。携帯欲しいなーって思い出した。連絡先は。カズ、ナナ、ルミ、ミヨネーの4人だけになるだろう。やっぱいらねって思った。6月に宿泊学習があった。チームは俺、カズ、ナナ、ルミ他4名だった。男子は大部屋で、女子は外にあるウッドテラスみたいな小屋に泊まったから夜は特にありませんでした。宿泊学習自体は、カレー作ったり森の中でオークラリーしたり普通に楽しかった特筆する出来事もなかった。むしろ気になったのは、宿泊学習に行く前、カレー作りの担当決めの時、焚き火割り、食材切りとか自分の担当の役割があった。一人はリーダー、焚き火割りは一人であとは二人。お前何やる？何でもいい。私食材切りたいな。じゃあカズも食材切れよ、二人でやりや。それいい、決定な。え？ちょ、強引やろう。じゃあ一時もナナとやれよ。え？ん、私食材切りたいかも。じゃあナナやる？え、カズはどうするん？俺なんでもいいし。そんな。ルミと一緒がいいんやろ？いやまあなんでもいいわ、やっぱ。何それ、一緒にやる？いやいやそこはルミとカズが。お前は黙っとけ。文字に起こしてみたら不自然な感じしないけど、俺には違和感があった。なんか、ナナは俺よりカズに寄ってない？この予感は後々的中する。はしょって書く。振り返ってみれば、ナナは俺に直接好きということはなかった。
手紙でも、ハートは書くし、気があるようなことは書くけれど、一度も好きという文字を見たことなかった。4人で映画見に行っても、ゲーセン行っても所々でカズに近寄っていた。決定打となったのはプリクラ。カズルミ、俺7、4人っていうチーム分けで撮った。フレームごとにね。カズルミ、俺7の時は、まあ普通だったんだけど、4人の時。7ルミ俺カズと並んで撮ることになった。3、2、とカウントされる。1となった時、7はロイとかを俺とカズの間に入れた。後から、一時君と隣になりたくてとか言ってたけど、もう聞く気にならなかった。その後もちょくちょくカズに接近したプリを取った。その帰り、ルミと二人きりになる機会があった。もちろん話は7のことだった。今日の7さ、もうさ、あれはきついわー。何が？何って、気づいてあらへんの？7ってほんまにあんたんこと吸いとんかねー。さあ。うちさ、5年になった時、初めは一時君のことが好きやってん。え？でもさ、一時君、なんか近寄りがたいオーラがあってん。そんな時、カズがうちのこと好きとか噂で聞くやろ？もう一時君とかどうでもよくなったわ。カズ、クラスでも人気者やろ？かっこいいし優しいやん。まあカズならうちと釣り合うかなーって思って、告られて付き合った。でもな、多分7も狙ってたんやろな。言っとくけどうちら、言うほど仲良くあらへんよ。うちのことカズが好きっていう噂聞いてから、うちに近づき出したんよ、7は。ルミと仲良くなった7は、カズと仲が良くてすぐに自分に惚れそうな男子を見つけた。見つけられた俺、俺のことが好きというデマを流し、自分のことを気になりさせて、まんまと俺に告白させた。悪女である。悪女は俺にその気があるように見せながら、俺と付き合うことで友人のカズとも近づいていった。いやお前モテるんだから、カズに直接アタックしろよ。俺を使うなよ。騙された悔しさと自分のバカさに腹が立った。要は7はカズのことが好きだった。日が経って、7に直接聞いてみた。7、俺のこと好き？え？そんなん恥ずくて言えんよ。遠慮せんで言って。本当は誰が好き？秘密。7は逃げた。微妙な距離感ができたまま夏休みが明けた。カズはルミから7へくら替えしていた。いつの間にやら7と付き合っていた。振られた俺とルミ。というか利用された俺とルミ。もう、カズとも7とも距離を置いた。恋愛する気になれんかった。カズは俺に絡まなくなった。カズも、ルミが俺のことを好きと知って俺に近づいていたんだと思うと、噂の怖さを知った。自分が見聞きしたことだけ信じようと思った。そんな俺の恋愛の一部始終をミヨネーに話した。ミヨネーは慰めてくれるかと思ったら、爆笑された。ひっどい話やね。いやー、称号舐めちゃいけんわー。腹黒すぎ。もうマジでない。もう恋とか無理や。諦めんな、まだ君21でしょ。ミヨネーは諦めてんの？バカよな、まだ22じゃ、結婚願望ありありやし。え、結婚したいん？当たり前やん、せっかく女に生まれたんやけ、子供産んで育てたいわ。そっか、ミヨネー結婚できるんかねー。どういう意味？ミヨネー、彼氏と書いた？一時に関係あるか、ほんだら。ミヨネー、彼氏と書いたんかな。今でも教えてくれない。ここからは端的に書く。ルミは小6になると転校した。7とカズとはまた同じクラスになった。修学旅行。九州へ行った。吉野ヶ里遺跡やスペースワールドに行った。遊園地というか、こういう遊ぶところに行ったことがなかったのですごく興奮してた。だからか知らんけど、高熱を出した。スペースワールドには行きたかったから、先生と病院に行って解熱剤もらった。クラスメイトと同じ部屋で寝ることはできなかったから、先生と同じ部屋で寝た。どこで寝てもどうせぼっちだからよかったけど。ミヨネーにも電話した。心配かけたくなくて、39度あったけど37度と嘘ついた。その後電話を代わった先生が39度あるんですがってさらっとバラして意味なかったが、解熱剤を飲んでスペースワールドを回った。カズと同じ班。俺らの班はタイタンとか怖くて乗れない派だったけど、室内にある暗闇を走るジェットコースターには乗れた。人もいないし、言うほど怖くないし、穴場だった。し、5回くらい乗って、寄ったから降りた。しかしカズたちは7回くらい乗ってた。お土産屋さんでは、ミヨネーにボールペンとストラップ買った。あとはお菓子と自分用に下敷きとかもろもろ。万引きしている高校生2人と目があった。1人が周りをキョロキョロして焦ってて、もう1人が盗んでた。バカやってんなぁ、と冷たい視線を送って、何も言わずに去った。そんなクールな対応をした俺だけど、俺も万引きしたことあるけどな、とか自分に突っ込み入れて自虐的に笑った。学校に帰ると、ミヨネーが待っていた。帰還式みたいなのを最後やるんだけど、先に抜けて家帰った。ミヨネーはすごく心配してて、俺の肩を抱きながら頑張ったね、家に帰ろうと言った。季節外れのインフルエンザみたいで、学校へ行くのに2週間くらいかかった。行った頃には、修学旅行のまとめみたいな授業はとっくに終わってた。
あっけなく修学旅行は終わった。2週間もミヨネーは会社を休めるわけがなく、後半はほとんど一人で過ごした。このまま学校行きたくないなぁとか考えた。続きは夕方。小学生生活は、俺の人格形成においてすごく影響力があったんだと思う。夏休みになると、ミヨネーは英語の塾に行くことを勧めてきた。中学生になれば英語の授業があるから、今のうちに先取りしときいとな。夏休みにすることもないので、承諾して塾へ通うこととなった。塾へ行くと、勉強したいっていう意欲があるやつばかりだった。塾の友達は普通にできた。学校のやつより話しやすかった。会話がね、低レベルじゃないんだ。話し方とかからして賢そうって思えた。話の内容はもっぱら中学受験のこと。賢いやつが集う学校なら、俺は俺のレベルに合った人間関係が築けるんじゃないかと思い始めた。地元の中学へ行けば、今のメンツともまた3年間付き合わなきゃいけなくなる。そんな無駄な中学生生活を送るなら、誰も知り合いのいない学校で新しく頑張ってみたい。中学受験しようと決めた。まず、ミヨネーに話した。夕飯を食べながら、さりげなく、今日塾の友達が言い寄ったんやけどさ、中学受験するらしいんよね。へぇ、中学受験。私もしたわ。初耳だった。ミヨネー、したの？したよ。公立の中学やなくて、国立行った。じゃあ、俺も受験したい。したいの？いいよ、私も進めようと思っとったし、あーでも、国立一本ね。私立はお金かかるから、受験用の塾行かんにゃーねー。あっさり OK をもらって脱力した。ミヨネーが通っていた国立の中学じゃないけど、隣市にある似たような国立の中学を受けることにした。それからの残りの小学生生活は受験勉強に費やした。冬休み、ミヨネーと、太宰府天満宮と防府天満宮に行って、参拝した。1月、入学試験を受けた。国数と面接の試験があった。周りはみんな賢そうで気遅れした。国語は割とできたけど、数学は計算問題くらいしか解けなかった。これは落ちたな、と悟った。面接では、本当緊張した。部屋への入り方とか、すごく意識した。最近読んだ本の感想か、気になったニュースの感想を教えてください。中国の、冷凍。餃子、中毒事件のニュースを見て。怖いなと思いました。なんでもっとうまいこと言えなかったんだろうね。今思い出しても恥ずかしい。あなたが今、熱中していることを教えてください。来たーって興奮した。これはすごく練習した内容だったからね。そろばんです。小さい頃からそろばんを習っていて、コツコツ努力してきました。その結果、手算1級、暗算2段の資格を取ることができました。質問内容と外れるけど、ミヨネーは資格をアピールしとけってアドバイスくれてた。実際、面接官の人たちも、おーって感じになってて手応えを得た。その後に3問答えて退出した。算数は悪かったけど、落ちる気はしなかった。面接ではうまくいった手応えのある一致。結果はどうだったのでしょうか？結果合格した。ミヨネーは赤飯炊いてくれた。めっちゃ喜ぶかと思いきや、安心したっていう割と軽い反応だった。小学校の卒業式。ミヨネーはもちろん来てくれた。俺の小学校は、卒業証書をもらうときに、将来の夢を大きな声で発表するっていうアクションをすることになってたんだ。将来の夢とか、全然考えてなかった。ミヨネーに聞いてみた。ミヨネーさ、子供の頃何になりたかった？私、小3頃は教師やったけど、小5くらいからは税理士だよ。税理士？今働いてる会社？そう、なんだかんだあったけど、夢に近づくことはできたねー。税理士にならんの？ん、もう良いかなー。そこそこ稼げとるし、一時の将来の夢は？ミヨネーが諦めるんなら、俺が目指してもいい？卒業式で言わんにゃいけんが。一時が？いいよいいよ、目指しい目指しい。てなわけで、卒業式で俺は将来の夢は、立派な税理士になることですと公言した。税理士の仕事とか知らなかったけど、無事卒業して、無事入学した。俺は驚いたよ。周りはボンボンばっか。医者の息子や公務員の娘っていうやつがほとんどだった。でも人間的にできたやつが多くて、友達を作るのに苦労しなかった。いいやつばかりだった。先生たちも熱くて面白い先生ばっか。良い環境だったと思う。11、中学入って初めての授業参観。ミヨネーは行くと言ってくれた。でもさすがに中学生だし、親が授業参観に来るのはみんな恥ずかしいんじゃないかな？来る人少なくて、ミヨネーに注目されないかな？とかいろいろ心配してたけど、現実は斜め上を言った。両親で授業参観に来る人多すぎ。小学校でもそれはなかったわ。公務員って普通に休めるんだな。俺もミヨネーもびっくり。ミヨネー、普通の授業参観だからっつってラフな格好で来たのに、他の保護者はスーツとか着てきやがった。
生活レベルが違うと思い知ったわ。違う意味でミヨネーが浮いた。でもまあミヨネーは気にしてるようではなかったし、姉が授業参観に来たのは初めてだったから妥協した。発表とか目立ったことはしなかったけど、ミヨネーは家に帰ったらテンション高かった。すごかったねー、授業参観。あんなもんなん？いや、俺もビビった。恐るべし金持ち。次の日、学校ではミヨネーの話ばっか振られた。可愛いだのなんだの、悪い気はしなかった。二人暮らししてるって言っても、いいなーぐらいで悪意は全く感じない。ちょっと自分をさらけ出しても大丈夫かな、と思った。毎朝電車で1時間かけて隣市に通うのはきつかった。部活して帰ったら夜遅くになるから、帰宅部になった。運動は得意じゃないから好都合だった。会社が忙しいのか、ミヨネーの帰りが遅くなる日が多かった。その度に自分が料理を作って、ミヨネー用にラップして机に置いて寝た。ミヨネーと一緒にいる時間が少なくなりだした。中学生になったから仕方ないよなぁ、とか楽観してた。相変わらず学校はまあまあ楽しかったけど、つまんないと思う方が大半だった。友達もいたけれど、浅く広く付き合うような癖がついてた。そんな10月頃、俺は交通事故に遭った。現場は十字路。学校の帰り道、チャリで駅まで走ってた。左から車が来てるのを確認して、一旦停止。車は止まってくれた。だから俺は再びチャリを漕ぎ始めたんだが、車も発進し始めた。ぶつかった。どっちもスピードはそんなに出てなかったから、衝撃は少なかった。横からドンとぶつかって、そのまま横にチャリごとバタンと倒れた。右手で地面について、放心。あ、引かれた？って気づくのが遅かった。事故を目撃した近所のおっさんらがワイノワイノ出てきて、椅子を用意してくれた。足がすごいガクガクしたけど、なんとか歩いて椅子に座る。救急車呼ぶ？怪我ない？警察誰か呼んだ？とかいろいろ質問されて、ああしっかりしなくちゃと思い、気丈に振る舞った。近所のおっさんが、すごい親切にしてくれた。家から氷持ってきて足を冷やしてくれた。俺を引いた車の運転手は若い女の人だった。大丈夫？ごめんね本当に。で心底心配してた。通りすがりの消防員の人が、救急車呼ぶ？としつこく聞いてきた。そのうち警察がやってきた。消防員の人が緊急性は低いですねとか言って、救急車は呼ばなかった。加害者の人が連絡先変えてって言ってきたんで、弁を持とうとしたけど力が入らん。神経切れたかと思った。一通り落ち着いて、ミヨネーに連絡しなきゃって思った。けど携帯持ってない。消防員から携帯借りて電話した。俺涙声。あーミヨネー？一時？どうした？ちょっと事故った。大丈夫なん？怪我ないん？大したことない。頭打ってないやろうね。打ってない。本当に？警察呼んだ？近所の人が。学校にも連絡し、病院は地元のとこ行くけんね。救急車呼んじゃった？呼んでない。すぐそっち行くけん。どの辺？駅前。わかった、すぐ行く。電話切った。警察がちゃっちゃか動くのを見ながら、事故った時の思い出して泣きそうになった。怖かったわ。けど、しっかりしなきゃって思って警察の対応をきちんとした。事故った時の状況を詳しく聞かれたけど、そんなん覚えてるわけねえだろ。無理やり歩かされて現場検証した。俺が、この辺でチャリ止めて、相手はこの辺で、車のどこにぶつかって、と証言したことは全部物的証拠と違ってた。バンパーの左側でぶつかった。実際はバンパーの右側に傷があるとかね。なんか俺が狼少年みたいな感じで泣きそうになった。気丈に振る舞っても動揺してたんだと思う。40分くらいでミヨネーは来た。ミヨネーは車を近くに止めて降りてきた。警察とかにお世話になりますーとか挨拶しながら俺に駆け寄った。五体満足の俺を見て安心したのか、心配したやろとか怒りながら、俺の頭を自分に寄せてワシャワシャした。人前で抱きつかれるのは嫌だったから、俺もちょっと安心した。俺に親切にしてくれたおっさんら一人一人に頭下げてお世話になりました。ありがとうございましたって言って回った。結局4時間くらい拘束されて、加害者の連絡先を聞いて帰った。帰り道、病院に寄った。その病院、5時半に終わるだけれども、もう時間がほとんど迫ってた。3分前って時に駐車場に入った。診察券渡されて、先に中入っとってと言われ、車から降り、走って病院に入った。条件交代、足と右手に数箇所打撲していた。湿布もらって家に帰った。この事故を人身事故にするか物損事故にするかで姉は悩んでいた。チャリと車なので車の方が悪いんだけど、大きな事故にならなかったから、姉的には物損事故にする方針でいたようだった。けど加害者は、姉の嫌いなタイプの人だった。誠意のない人間。事故に遭った夜、加害者から連絡はなかった。痺れを切らした姉自らが電話をした。もしもし、A さんのお宅ですか？今日事故に遭った山下一時の保護者ですが。え、
向こう側で話す様子は、お待ちください。お電話変わりました、A です。A さんですか？電話がないものですから、こちらからかけさせていただきました。すみません。早めに電話しようと思ってたんですが。一時くんの怪我は大丈夫でしたか？ええ、打撲でした。支払いはまだです。保険屋さんに連絡は取りましたか？うん。俺にはわからない話は始まった。加害者の女の人は、自分が事故ったことを夫に言ってなかったらしい。すごく気の弱そうな人で、俺を引いたことを相当後悔して病んでるっぽかった。ちょっと申し訳なく感じたけど、姉は被害者ずらすんなや、被害者こっちやし、とか切れ気味だった。話は進んで、保険屋に、人身にしろ物損にしろ、車のバンパー修理代は3割こっちが支払うことを要求された。加害者は全額でも良いとか言ってたけど、保険屋的には7、3が良いらしい。多分保険屋が多く支払いたくないだけ。結局俺の知らないところで解決したみたいだった。俺に親切にしてくれた近所のおっさんにしろ警察にしろ、大人がいてよかったなーって感じた。同時に俺はまだ子供なんだなって思い知らされた。それから2ヶ月してクリスマス。いつもミヨネーと2人でのんびりしてるんだが、今年のクリスマスはミヨネーがいなかった。仕事だと言われたけど、うすうす気づいてた。男がいるんじゃないかって。そう感じたのは色々証拠があった。今まで俺と同じリンスインシャンプーを使っていたのに、急にエッセンスシャンプー？可愛いは作れるって CM のやつ使い出したり、俺と同じニキビ予防のスキンアクア使ってたのに、なんだか高そうな化粧品を揃え出したり、急におしゃれに目覚め出してたんだ。まあミヨネーも年頃だし、いつまでも俺に付きっきりってことよりも、自分の人生楽しんでほしいし、ミヨネーには何も言わなかったけど、応援することを決めた。12になった。一番バカな年頃の中に。けど特にバカをすることもなく、ダラダラと過ごした。真面目な学校だったから、悪ぶる奴もいなかったし、みんな肩にはまった人間ばっかだった。ちょっと暗い刺激が欲しいなぁと思って、恋をしようかとも思ったけど、ブスが大半だった。残りは可愛いけど性格きつそうな子。仕方ないから、クラスにテロリストが入ってきて俺が果敢にやっつける妄想とかして日々を過ごした。ある意味中2らしい。13になった途端にみんな受験モードになった。あと12ヶ月もあんじゃん、とか思ったけど、みんなに影響されて少しずつ受験勉強を始めた。修学旅行は沖縄へ行った。沖縄の海はめっちゃ綺麗だった。沖縄のアニメイトにも行った。萌えキャラが書いてあるお菓子を買おうかどうか本気で悩んだけど買わなかった。塩ラスクをお土産に買って帰った。小6の修学旅行で、姉は物よりもお菓子の方が食いつきが良いことを覚えたからね。修学旅行が終わって秋。三者面談が行われた。三者面談前日。進路どうするつもりなん？就職して早く稼ぎたい系、高専か工業高校狙ってる。良いところに就職しようと思うんなら、大学は出た方はいいと思う。高専も短大卒程度にしかならんし。俺は早く独り立ちして社会人になりたい。てか大学行けるほど金あんの？あるいね、ちょっと待ってて。ミヨネーは通帳を持ってきた。君専用の通帳。この間作ったんよ。中見てみ。200万。私立や医学部だったらもっとかかるし、これでもまだまだ少ない方やけど、私もっと稼ぐけん、一時には大学行ってほしい。大学行こうと思うんなら、やっぱ進学校に行った方がいい。で、言わねに負けて、次の日の三者面談は、地元でトップの進学校に行くと先生に伝えた。冬休み、俺はめちゃくちゃ勉強した。姉も出し惜しみなく冬季講習や模試や正月特訓とかに行かせてくれた。滑り止めの高専と本命の進学校を受けることに決めた。高専は無事受かった。ちょっと中だるみをしつつ3月。本命を受験。習熟度テストとかでも合格点超えてたから、落ち着いて自信を持って解いた。自己採点をしても良い出来だった。でもみんなできたできた言ってたから不安にもなった。合格発表の前に卒業式があった。やっぱり卒業式に両親揃ってやってきた家が多かった。ミヨネーもフォーマルな格好でやってきた。卒業式の前日に、クラスでは、卒業式にサプライズとして、保護者へ感謝の手紙を書こうという話になっていた。俺は何を書こうか悩んだ。俺が本気で手紙を書こうと思ったら、きっと手紙1枚じゃ収まらない。他のクラスメイトも、恥ずかしがって2、3分くらいしか書いてなかった。女子は2、3枚書いてるやついたけど、そこまでするのもなぁ。手紙読んでみよねえ泣くかなぁ。と逡巡しながら、俺は手紙を書き終えた。そして当日、クラスにみんな着席し、親が後ろに並んでいた時、先生は言った。じゃあ、それぞれお母さんお父さんの元へ行って、書いた手紙を読もう。ついに来た。俺はミヨネーの元に行った。ノロノロとミヨネーの元へ行き、ドキドキしながら手紙をゆっくりと開く。緩慢な動作をしながら、他のクラスメイトの様子を探った。すでにみんな読み始めていた。泣いている親もいた。我が子の頭を撫でる親もいた。
皆各自の世界に入り込んでいた。俺はミヨネーを見た。俺を見ていた。ヨムネと前置きして、俺は手紙を読んだ。姉ちゃんへ俺が小さくて、姉ちゃんもまだ子供な時から、俺を一生懸命育ててくれてありがとう。俺のために、人生を費やしてくれてありがとう。今度は、自分のために生きてください。俺は姉ちゃんの幸せを願っています。姉ちゃんが、幸せな人生を送れますように。一時、短い文章だったけど、心を込めて読んだ。読み終わった後、ミヨネーを見たら、笑いながら、ちょっとだけ泣いてた。ありがとう、一時。この手紙大事にするわ。いつもの調子でそう言ったから、無理すんなよ、泣けよ、ってからかった。ミヨネーは、声は出さずに泣き出した。よしよしとミヨネーをなだめて、ああ、昔と立場が逆転だなって思った。無事卒業式が終わり、解散となった。先生たちとかクラスメイトと写真を撮った。最後に、担任に俺とミヨネーのツーショットを撮ってもらった。幸せだと思えた。昔、なんでこんなに不幸なんだろうって思ってた自分がバカらしく感じた。そんな小中学校時代を思い出しながら、この間ミヨネーのお葬式を無事終えました。原因は過労死。蜘蛛膜下出血。おい。そんな。俺は進学校を合格した。高校生活が始まる。それと同時に、ミヨネーに男の人を紹介された。結婚前提で付き合っていると。真面目そうな人で、税理士だと言った。ミヨネーは婚約者と半同棲し始めた。俺は一人暮らしするから、と言ったけど、一時のことも気になるから、と言ってあっち行ったりこっち来たりしてた。相手の家は A 氏。俺の家は B 氏。会社は C 氏。全部隣氏だった。10月中旬、姉は会社から出てすぐの道路で倒れた。婚約者の人から電話があって知った。ごめん、今日は寝るわみんなありがとう。でもね、言うほどすごい経験をした人生ではないよ。周りで人が死にすぎただけ。俺自身は、ダラダラとつまんない生活を送ってたし、ミヨネーの意思通り、大学には行くつもり。仕方ないけど、奨学金をもらう必要があるかもしれない。婚約者の人が、高校出るまで面倒見るとか言ってくれたけど丁寧に断った。思い出したけど、何かのドラマ見て、ミヨネーが男に貢いでもらうなら、自分で稼いで物買うわって言ってた。ちなみに1はミヨネーがじいさん殺したと思ってる？じいちゃん地方だったから、姉のストレスになってたのは確か。でも殺すかな俺は殺してないと思うけど、ツヤやらなんやらは全部母兄がしてくれた。両親だったからね、とりあえず過労死ってのは母兄から聞いた。姉ちゃんは税理士ではなかったけど、FP とか宅建とかの資格持ってたから有能な人材として重宝されてたみたい。仕事や結婚や俺のことで、いろいろストレス溜まってたんじゃないかな。俺が自立してなかったから、姉ちゃんに負担かけてたんだと思う。俺がもっと姉ちゃんを支えてあげてたらって後悔してる。貸し屋や駐車場持ってるから、月20万入る予定。一人暮らしなら、それくらいのお金あればやっていけるはず。母にも援助してくれるっていうし。なんとか生きていけると思う。何か質問があれば、可能な限り答えるよ。姉さんとの最後の会話覚えてる？最後の言葉はお休みだったと思うけど、会話な。婚約者を紹介されてから、ミヨネーは俺に謝ってばかりだった。バタバタしとってごめんね、朝飯作れんでごめんね、帰りが遅くなってごめんね、とか。俺は俺で、婚約者に姉を取られて、姉に捨てられた気がして、ツンとした態度をとってた。婚約者にも姉にも、だから本当申し訳ないんだ。もっと優しく、祝ってあげればよかった。素敵な姉さんの話ありがとう。許されるなら映画にでもしたいくらいだ。残念以外の言葉が見当たらないけど、これから先、一時がこういう素敵な女性と出会えることを祈ってるよ。ありがとう。姉の分まで人生を全うしようと思う。みんなも、命は大事にしてください。それではまたどこかで。いかがでしたか？幼い頃から苦労してきた一致とお姉さん。残念なことに過労で亡くなってしまいましたが、お姉さんは一致の心の中で生き続けますよね。一致が楽しく過ごせていることを祈りたいと思います。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。